思った通り、みんな遠征と戦闘の疲れでぐっすり眠っていますわね。さあこの隙に早く出発しましょうっと。このために今日は後方で体力を温存していたんですもの。急がないと夜明けまでに戻ってこられませんわ。クレア。ああすまない、驚かせてしまったかな。マチルダ様、どうしてここに。ちょうど君の天幕を訪ねるところだったんだ。今日の戦い、なんだかクレアらしくもなく動きが鈍かった気がして、体調でも悪いのではないかと思ってな。よく見てますわね。でもその様子だとそうでもなさそうだが、こんな夜更けにどこへ行くつもりなんだ。マチルダ様には関係ありませんわ。私急いでおりますの、ごめん遊ばせ。そうはいかない、こんな時間に一人で外出など危険すぎる。ただでさえ最近はそこら中に魔物が出るというのに。そんなの構いませんことよ。だってその魔物に会いに行くんですもの。なんだって。これは驚いたな。祠の奥にこんな遺跡があったのか。ここは大昔に地下で栄えた王国なんですって。私の乳母はこの近くの里の出身ですの。その王国では魔導の研究がとても盛んで、とうとう全ての魔法を無効にする指輪を作ったのですって。その指輪は今でも魔物たちに守られて祠の奥に眠っている。子守歌代わりに何度も聞いたお話ですのよ。だから私この遠征で祠の近くまで来られると知った時、これは好機だと思いましたの。しかしそんな夢のような指輪が本当にあるのだろうか。まあ私の乳母が嘘を言っているとおっしゃるの。ああすまない、そんなつもりでは。大体強引についてきたのはマチルダ様ではありませんか。別に帰ってくださっても結構ですことよ。そんなわけにはいかないだろう。君に何かあったらクレーベがどれだけ悲しむか。それにどうしてそこまでその指輪を欲しがるんだ。君は魔法にも弱くないし、差し迫って必要だとも思えないんだが。それは。え？あった、ありましたわ、きっとこの指輪です。なんと、まさか本当にあるとは。よかった、これで。これで？なんでもありませんわ。さあ早く帰りましょう。待ってくれクレア、言い伝えによるとその指輪は魔物に守られているのではないか。しかしここに至るまで魔物など一体も見なかった。そういえばそうですわね、幸運でしたこと。いや幸運とかそういったものではなくてだな。もしかしたらその指輪を。なんですの。やはりそういうことか。魔物が、これは一体どういうことですの。落ち着けクレア、どうやらその指輪を持ち去ろうとすると封印が解け魔物が目覚める仕掛けになっていたらしい。私せいぜい1体か2体かと思っていましたわ。どうしましょう、こんなにたくさん。そうだな、私たちだけで全てを倒すのは不可能だ。こうなったら。あそこを見ろクレア。あそこまで行けば魔物も追ってこられないはずだ。とにかく安全な場所まで逃げ切ることを目指そう。何、大丈夫だ、私がついている。マチルダ様。さあ行くぞ、油断するなよ。もちろん言われなくても分かってますわ。捧げよう。悪く思う。
に勝てると思ったか？負ける気がしませんわ。任せてくれ。しませんわ。
構えて。you
修行が足りんようだな。どうやら逃げ切ったようだな。すっかり夜が明けてしまった。あの、すみません、マチルダ様。私のせいで危険な目に遭わせてしまって、
びのしようもありませんわ。何気にすることはない。元はといえば私が勝手についてきたんだ。マチルダ様、それより指輪は無事かい？あの騒ぎで落としたりしてないだろうね。はい、ちゃんとここにありましたよ。明るいところで見てもとっても綺麗。おい、どういうことですの？指輪が消えてしまいましたわ。まさか。マチルダ様、何か分かりましたの？いや、それは伝説の地下王国のものなんだろ。もしかしたら地下で作られたものは地上の日の光には耐えられないんじゃないか。そんな、あんまりですわ。これじゃあお兄様が。クレーベ？彼がどうかしたのか？この指輪はもともとお兄様に差し上げるつもりでしたの。お兄様はとってもお強いけれど魔法だけは苦手でしょ。だからこれさえあればお兄様が危険な目に遭うこともなくなると思って。クレア、大丈夫。君の兄はソフィア王国最強の騎士じゃないか。君が心配するようなことは何もないさ。でもせっかくあんな思いまでして手に入れましたのに。それにクレーベにとってはそんな指輪よりクレアが元気でそばにいてくれる方がよほど力になると思わないか。分かったならもうこんな無茶は控えてくれたら嬉しいよ。マチルダ様、そうですわね。え、その通りですわ。ありがとうございます、マチルダ様。私、お兄様を信じますわ。こんな指輪がなくても誰にも負けたりしないって。ああ、彼のことは私が一番よく知っている。その私が保証しよう。まあ、それは違いませんこと。お兄様のことを一番知っているのは私ですわ。あ、うぬぼれないでくださいまし。もうマチルダ様なんて知りません。あ、すまない、失言だった。待ってくれクレア。